廟は台湾で戦死したある若い日本人を神として祀るために建てられたもので、時は1944年10月、台湾上空を襲撃したアメリカ軍、当時台湾に配属されていた日本兵杉浦重峰はそれを迎え撃つため出撃、アメリカ軍の戦闘機と空中戦になり撃墜されました。彼は住宅街への墜落を避けるため煙を上げる戦闘機を郊外まで操縦してからパラシュートで脱出しましたが、降下中にアメリカ軍の機銃掃射を浴び20歳の若さで戦死、たとえ自分の戦闘機が被弾してもすぐに脱出していれば命は助かる確率は高かったはず。しかし彼は住宅街に墜落して台湾人に損害を与えるのを避けるためにその後も操縦を続け、それゆえにアメリカ軍に追撃されて戦死しました。ほとんどの日本人が知らないこの出来事ですが、自らの死が迫る中住民の命を守るために取ったこの杉浦の行動は現地の人々に感謝され神として崇められ、やがて彼を祀る廟が建てられました。毎日朝には君が代、夕方には海ゆかばが歌われ、戦後75年以上経つ今でも参拝客が絶えません。大東亜戦争の真の目的は欧米に侵略されたアジアを救う戦いでした。実際この台湾のようにアジアでは戦時中の日本人に感謝する国がたくさんあります。しかし大東亜戦争という呼び名は戦後アメリカによって禁止され、日本はアジアを侵略した悪い国という歴史観が作られました。それ以来ずっとこの日本は悪い国という見方を広めるために様々なトリックを用いる人たちがいます。彼らは一見愛国者のふりをしてメディアなどで反日用語を使って印象を操作し、日本を本当に愛して大事にしたいと思っている人たちの考え方を混乱させます。なぜ今もなお日本は悪い国でなければならないのか、その背後にはメディアを操り日本を貶め続ける黒幕の存在がありました。新発売、使うな危険、反日六大用語